あんま岩尾先生です。この自動売買で私一人で国家予算稼げるんじゃないかという、完全自動売買の紹介です。買い売れシグナルの、ね、強度を今調整してるんですけれども、1分足、5分足、15分足、30分足、この4つを見てですね、自動売買させてます。で、このシグナルですね。この青と薄い青は、濃い青はね、リターンが多く出るかもしれないよっていうものですね。強い赤は下にリターン大きく流れる可能性があるよという。で、これは流れてるよ。薄い赤は流れてる。この青の、この薄い青も流れてるってことですね。これまあ、単なる青とか赤は強いリターンね、から流れていくんじゃないかなという可能性があるよという、色分けになってます。で、白は、ここにはあんまり出てないですけど、白は、どっちでもないよということですね。で、今、4万ちょっと稼げてますけど、まあ、いいところですね。こちらのシグナルが出て、30分足で見ると出て、今、ここまで行ってるんですね。で、今、4万6000ぐらい稼いでるですね、先週ね。先週と今週かまだね。今日は10月8日土曜日ですね。午後の3時6分になってます。土曜日なんでね、休みになってますけど。どうかな。これでね、一人で国家予算稼げれば、まあ、100億円ぐらい一人で稼げるんじゃないかというわけです。それでね、発表してるのは、保安ですね。保安のためにやってます。私は2016年ズルトレーダーの世界チャンピオンです。2016年、シグナルプロバイダーで有名なズルトレーダーの2016年世界チャンピオンとなっておりまして、人の金を使って億トレーダーということで開始したですね、人間でございます。で、今月僕は10月17日でね、2020年10月17日で64歳になります。今月でね。よろしくお願いいたします。なんといっても、国家予算一人で稼げるという可能性があるんで、この自動売買ね。そうしますと、楽にお金が稼げる。あと、保安だけなんで、まあ、法案でバックに国家予算稼げるという力がないと、個人ではね、私一人だけでは1億とか100億円ぐらいしか稼げないんですけれども、まあ、国家予算稼げそうということで、今調整してますね。これはアメリカのダウ、
アメリカの100個の株ですね、をまとめたチャートで、時間足が1分足から30分足、4つでね、分析させてやってます。で、この自動売買ね、4つ動かさないと動かないようになってます。このように4つ開いて、分析させないとね、出てこないですね。でね、この時間足の違うもののこのね、シグナルですね。時間足の違うシグナル。こうですね。こう、時間足違うとこういうふうに全部違うわけですね、こう。で、まあ、赤は下の、赤、薄い赤、下向きということですね。青は上向きで、薄い青は、青もそうですね。まあ、流れてるよということですね。このインジケーターでいくつものね、分析をしてます。この色分けでね、分かると通りですね。で、まあ、このままテストして、これデモ講座なんで心配しないでね、間違って投資しても大丈夫です。で、これでね、もう、1ヶ月に稼げれば、で、あと、ちゃんとね、8分以上の取引間隔を置いてます。8分以上の取引をね、自動売買は。だから、まとめては投資しません。できません。8分以上の間隔はないと取引はされないようになってます。ね。まあ、いろいろ自動売買作ってきてるんですけれども、このね、自動売買は、インジケーターで EA を動かしてるもので、ステータスから読んでないんですね。このインジケーターのファイルを送ってます、ファイルを。で、各自の情報をね、4つのこの時間足の違う、同じインジケーターなんですけど、それによってね、ファイルで情報を送ってます。それで、どれでもいいんですけど、この時間足のどれ。一つにこの EA をね、こちらなんですけど、EA をね、ここで走らせて、一つのとこで取引させてます。今1ロットですけどね、試験中でね。まあそんなことで、まあうまくいったらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。今稼げてるんで、ね、4万円稼げてるんで、まあ、こんな感じでね、稼いでいければ、国家予算稼げるなっていうのは、一人でね。それで、国家予算って言ったら、だから日本の全員の収入っていうことですね。を一人で稼げるっていうことですね。日本人の全員が稼ぐお金を一人で稼げると。いうことですね。国家予算を稼げるということはね。だけども、保安上で100億円ぐらいが限界じゃないか。で、100億円稼ぐのに大体、その国家予算を稼げるという能力で保安と取ってないとなかなか大変なんですね。100億円を一人で稼ぐには、
やっぱ国家予算ぐらい一人で稼げないと、一人で100億円稼げないと。稼ぐのが大変だというわけでございます。まあ今回ね、そういうことで大事なんで、また新しい自動売買できたんで、ちょっと発表させてもらってます。で、このインジケーター系統は、最終的には全部、いろんな情報を入れて、全部僕は作ったんですけれども、いろんな世界情報から、いろんなインジケーター、自動売買などを見ながらね、いいのを見つけては改良したりしてですね、自分が使いやすい、稼げるね、インジケーターというものに作っております。いろんなものを、無数のインジケーターや自動売買のソースを見てね、は作ってるんで、もう完全にオリジナルになっちゃってますね。人のは使ってますけど、ノウハウいろいろね。結局、いろんな情報、一つのところから入手したら別のところからまた情報を入手して入れたりとかですね、もしてますし、それから自分のものにということで、ごちゃごちゃ使いやすいのに、ね、自分なりに変えて、作り直して、作ったインジケーターですね、これね。全部ね。オリジナルインジケーターですね。それと、この自動売買ですね。ということですね。まあ、今回の発表は、これでうまく稼げればいいな、ということですね。まあ、稼げればね、調整しながら稼げれば、一人で国家予算を稼げるという具合でございます。で、まあ、成功すれば国家予算を稼げるということで不安が取れて、一人で100億円稼げるかなという、まあ、そういうことの発表ですね。で、YouTube のチャンネルを使わせて、個人で一人でね、保安のために、ビデオで録画を撮ってですね、発表させてもらっています。まだ分かりませんけどね、これが稼げるかどうかね。今、稼げてますけどね。どんな方で稼いでるかっていうのは、もうこのままですね。このシグナルありますでしょ。上と下。上と下ね、ゼロラインを中心にして、ゼロラインの下は売りになるわけですね。上は買いになるんですね。ね。で、これね、リペイントされますから、1個だけの動きだとどうもやっぱり判断が薄いんですよね。だから、4つのこのインジケーターで時間足の違ったものの動きで、4つを全部見てね、監視してね、自動売買がね、投資させてます。ですからね、一致しなかったりすると、シグのがあるんで、シグナル数は結構少ないですけれども、大きめの当たりは非常に分かりやすいんですよね。今のように、まあ4万ぐらい稼いでますけど、シグナルがこう出てるわけですね。これ一番30分足長いんで、こっからもう、こうずっと下まで落ちてますよ。で、ここで見てると、30分足はもうここで入ってるんだから、こっから打たないといけないわけですよ、本当は。だけど、リペイントなんかがされて、実際最終的には、ここですね。このオチで掴んでるんですね。で、これ一つだけだと、正確性が少ないんですよね。
今度1つ落ちて15分足でね、出てまして、ここですよね、15分足で、ここら辺でシグナルが出てる。これはここですね。だから相当遅れてるんですよね。こっちは見えないですね、ちょっとね。ただ、とにかくね、他に稼げるのもいい、やっぱり国家予算稼げるのは作ってるんですよ。ビデオで発表してますけどね。それはね、今この、僕のこの4コアの4スレッドの CPU では分析ができないんですよ。処理が時間かかっちゃって。ということで、分析なしでね、このインジケーターだけでこのまま表示してね、簡単にいつでも投資できるっていうね。これがね、やっぱりいいんで、この簡単な方法でね、分析しなくて勝てるという方法の自動売買にしたんですね。なんせね、自動売買の分析でね、1ヶ月間かかっちゃったとか、設定値見つけるのにね、そんなのばっかしなんですよ。だから、スーパーコンピューターでも使わないと、最新のコンピューターじゃないと、演算にね、1ヶ月かかっちゃうんですね。最新だったら1日で終わるんですけど、まあこれ4カーの4スレッドで、もう普通のパソコン、ノート PC とか同じような、またノート PC の方が性能が高いですね。僕のこのディスクトップのパソコンは、3500円ぐらいの CPU ですから、僕が買った時はね、3500円ぐらいの CPU で4コアだったものとかね、非常に分析に時間かかるんですね。で、そんなことで分析なしで、インジケーターの分析だけでね、取引ができる、正確に稼げるというのを作りたかったんですね。そうだったらもうどこでも持ってっても、海外行っても、気軽に普通の遅いパソコンでね、ノートでもいいし、簡単に自動売買できて稼げれば、素晴らしいなということで、今は低機能のディスクトップのパソコンでね、簡単に稼げるという、自分だけね、ノウハウを言っちゃうと全部フォアが取れなくて、みんなにばらまかないと、フォアが取れなくて殺されちゃうということで、ばらまいてしまうんでね、その人はちょっとダメですね。ということで、まあ今回紹介するのは、これで国家予算稼げて、法案が取れる、それで100億円ぐらい一人で稼げるんじゃないかという、ちょっとインジケーターができたもんですから、まだ分かりませんけどね。まあ今実際に稼げてます。4万ぐらいね。それを発表させてもらっております。僕もね、今月10月17日でお誕生日で64歳になってね、体やられてまして、もう自分で投資するのはちょっときつくてね、自動売買に頼むしかないなということでね、頑張ってます。仕事毎日ね。で、早くちょっと豪邸建てないといけないということでね。今、オンボロ屋に住んでますから。ということでね、やっております。どうもありがとうございました。私は2016年、ズルトレーダーの世界チャンピオン、人の金を使って、1億円近く投資をしておりました。半間巌先生でした。オクトレーダーの半間巌先生です。どうもありがとうございました。